山椒魚山椒魚浄化に属する動物の総称である。古くは古生魚と呼ばれた。日本、中国、台湾、アメリカなどに生息している。山椒魚の名は体に山椒に似た香りがある種がいることによる。かつては食用として捕まえた山椒魚を縦に割いて、片半分を川に放流すると自然にもう片半分が再生して、 元の参照王に戻るという伝説から、半崎とも呼ばれていた。英語名のサラマンダーは、イモリの仲間も含めた概念であり、両者はあまり区別されず、一般に、陸星であれば、サラマンダー、水星であれば、ニュートと呼び分けられる。パラケルスの妖精の書及び現代のファンタジー作品で見られる、精霊、人影としてのサラマンダーは、 ある種のイモリの特徴である、鮮やかな赤色の覆面から、または倒木などの焚き木の中に潜り込んだ個体が火に、くべられた時に生い出てくる様子が火の中から、生まれ出ているように見えたことに由来するとすると言われる。一般に、名前が知られているのは、全長50センチメートルから150センチメートルと、世界最大の両生類の一つであるオオサンショウ,ウオ、だが、 他の種類は2 0トル以下と小型である。日本産の参照魚で、大参照魚の次に大きいのは、体長2 0トルほどになる、大大ヶ原参照魚である。他の両生類と同じように、皮膚には鱗がなく、粘膜に覆われる。呼吸の大半を皮膚呼吸に頼っていて、皮膚が湿っていないと生存できない。渓流に生息する箱根参照魚は、肺を持っていない。また、 両生類は一般的に前足に4本、後足に5本の指を持つが、北山小魚族の北山小魚は、講子の指を4本しか持たない。春になると水辺に集まって、産卵行動をする種類が多い。安倍山小魚などは12月ぐらいから、雪の上を歩いて繁殖場に移動する場合もある。イモリなどのイモリア目は、メスが体内に生死を取り込み産卵時に受精させる。 体内受精を行うが、参照魚モクは産卵後に、オスが縫製する、体外受精によって受精する。産卵場所は種類によって異なり、流れのない止水に散乱するものと、渓流の流れの弱い場所や、伏流水中に散乱するものに対別できる。大参ウ魚は、樹頭上につながった、寒天室に包まれた、多数の卵を産むが、他の小型の参照魚の卵は、 数センチメートル、十センチメートル程度のバナナ状や、コイル状の寒天室の鞘に包んで産み、一つの鞘に、月、数個、数十個の卵が入っている。孵化した妖精には、アホロオトルのような外エラがあるが、外見は種類によって異なる。妖精は、水中で小動物を食べて成長するが、口に入る動物なら何でも食べるため、共食いすることもある。孵化した当初は、 足も生えていないが、しばらくすると足が生え外エラが消えて変態して、妖体となり、生体となる。オオサンショウウオは、繁殖期に川を遡上する時以外はほとんど水中から出ることはないが、他の種類は陸上生活を送ることが多く、森林の落ち葉の下、モグラやネズミが掘った穴の中、川近くの石の下などに生息する。繁殖期以外はあまり人の目には触れることはない。 江戸時代初期1643年頃の料理物語にも食材として山椒魚の甲があり、大山椒魚も含めて食料として用いられていた。実際に食した北王子路参人によると、肉は硬いが長時間煮込むことで柔らかくなり、味はすっぽんの肉の臭みを除いたようなもので非常に美味であるとしている。現在も串焼きにする例があり、中国では 中国王山椒魚がスープなどの食材とされている。長野県秋山郷地域では、山椒魚を生時に貼り付け、乾燥させ、黒焼きにして飲むと、缶の虫が治るという迷信がある。また、長野県八村と高木村地域には、山椒魚を黒焼きにして、野尿症治療に、また、山椒魚を酒に漬け込み、扁桃腺の湿布薬とする迷信が残っていた。 日本には49種類が生息する。乾燥に弱く、動きも遅い動物で、他の地方の個体との交雑が起こりにくい。そのため地方ごとに、独自の種類が分布している。開発などで、種の存在が脅かされやすく、絶滅が危惧されている種類や地域個体群も多い。北王子路山人、路山人、味道中高文庫、1980年。 ISBN 9長7848億9660万2128参照魚より品の小薬研究会林兼道編集新州の民間薬全212ページ中23ページ及び84ページ参照魚と井森リオ徳森ラ特参照魚本北九州の NPO 魚部が制作毎日新聞 2021年6月4日閲覧、ありがとうございます。